でしょうけど、もう本当踏ん張りどころですよね。そしてこのタイミングで阿部に代えて二塁に鈴木隆弘を送りました。1点リードという状況で8回の表、この二塁ランナーが意味するものの大きさを物語っています。高橋由伸、今日はフォアボールが2つ。中崎踏ん張りどころ、ノーアウト二塁一塁、ストライクを取った。ました。満塁です。これでノーアウト満塁です。ノーアウト満塁。これでも、もう小宮山さん、カープベンチとしてはもう託すしかないですよね。はい、ジャイアンツ大きなチャンス。あ、でもどうでしょうね、あの状況がね、こういう状況になってしまったので、思い切って交代ということもないことはないと思うんですよ、はい、ただ昨日のゲームも、ね、ピッチャーちょっと使いすぎたという感もありますし、 そうですね、その前もそうですし、はい、